ダーン、やばい、あ、めっちゃホクホク、え、いい感じ、美味しそう。一歳丸ごとさつまいもご飯。はい、皆さんこんにちは、みーです。今日は丸ごとさつまいもを使ったさつまいもご飯を作っていきたいと思います。1歳頃から大人も一緒に食べれるメニューになってます。それではスタート。みーさんの炊飯器作り置きで時間とゆとりの確保に成功。はい、じゃあ材料です。芋1本、ナルト金時を買ってきました。スーパーにあったからね。はい、あと米1合と煎りごま、あと塩、酒、みりんです。もう超シンプルで、米は1合じゃなく2合でも OK です。2合だったらみりんとか酒の量をちょっと増やして2倍とかにしてもらえばできます。はいはい、じゃあまずしっかりさつまいも洗ってきます。私この野菜洗いブラシみたいなやつがなんか包丁買ったらおまけでついてきたんで、これで洗いますけど、なんだっけ、ない人はアルミホイルとか丸めてゴシゴシやったら綺麗に土とか取れると思うので、それでやってみてください。はい、じゃあ入れてきます。みりん大さじ1と酒大さじ1、で塩少々で、合数分の水を入れてきます。今1合なんで1合分入れます。はい、 OK、 よし。はい、じゃあもうあとはここにほんと入れるだけです。もうこれで終わり。これであとはもう炊いていくだけです。じゃあ炊いていきたいと思います。はい、じゃあ炊いていきます。通常炊飯でもいいし、炊き込みモードでもどちらでも大丈夫です。炊き込みモードで炊いていきます。よいしょ。はい、炊けました。それではオープン。こんな感じ。柔らかくなったかな。いきます。お、わ、すごい、あ、やばい、あ、めっちゃホクホク、え、超美味しそうなんですけど、やばくないこれ。よいしょ。やば、混ぜますね。あ、おこげもなんか少しできてる感じ、いい感じ、やばーい。いい感じです。いい、美味しそう。こんな感じ。よし、じゃあお皿に持ってきます。黒ごまをかけてきます。美味しそう。はい、じゃあいただきます。うん、美味しい。芋が超ホクホクで甘いです。美味しい。ほんと切らなくていいから、ほんと洗ってボンって入れるだけでできるから、ほんとこれから秋おすすめです。よかったらやってみてね。大人も美味しいし、子供にも優しい味です。1歳から食べれます。はい、チャンネル登録とグッドボタン、よかったらお願いします。フォロワー14万人のインスタグラムもよろしくね。それじゃあバイバーイ。